やるか。うん。ここでいいよ。ゴリ。じゃあ、なんか、なかなかいいかなって。よし、ここで平均取れると思う。はい。おはようございます。新次登山部です。今日は多度山にやってきました。はい、めっちゃ天気がいい。9月の23日、木曜日か。はい、祝日ですね。今ポケットパークに着いたんですけど、もうね、ほぼ満車。で、愛宕神社の方、見客コース、あっちの駐車場もね、満車だったんで、今日はポケットパークの方に車を止めて、眺望満喫コースで登っていきたいと思います。はい、帽子忘れました。はい、すいません。はい、ぼちぼちに登っていきたいと思います。危ない。カメラ充電してたはずなのに 6% しかない。いや、今日使えないな、これ失敗した。500m。 いやー、あっつ。佐渡三条公園到着。階段を登ってきます。だと思う。お疲れ様でした。映ってますけど大丈夫です。映ってるって。いいの？来週ぐらい、来週か再来週ぐらいにまたアップするんで使ってもいいですか？どうぞ。オッケー、ありがとうございます。手振ってください。頑張りました。お疲れ様でした。これ出るの？出るよ。出るよ。山頂到着です。はい、多度山頂403m到着です。お疲れ様でした。いやー、いい天気。すっげーいい天気。せっかく上がってきたし、こっちからちょっとくるっと回って帰ろうかな。いや、今日はなんか先週もね、ちょっと登っちゃいないんですけど、先週も来た時にね、あれ、なんかいつもと雰囲気違うなって思いながら、思っていたんですけど、今日ね、確信しました。はい、多度山に来てる人の数が多い。そして客層が違う。はい、なんかね、初めて来ましたよっていう人とか、ファミリーの方とか、
たくさん、登ってきてるんかなっていう、そんな雰囲気が、伝わってきました。いやたくさんねこうやってね、いろんな方が里山に遊びに来てくれると嬉しいなと思います。さっき山頂に行って、こっちのヤング広場通って今コアを戻ってきました。でこのままねまた上りで使った眺望満喫コース、こっちねで帰りたいと思います。帰りましょう。チーパンだもん。本当っすね、うん、全然登ってきなかったな。でも車見つけちゃったからさ。あ、見つけちゃいました。降りようか。目的達成。でももう暑いからっていうか、うん、違う、そう、飲み物そんなに持ってないから一本ありますよ。あるんだけど、はい、ここまで来る予定なかったから、うん、なんか退屈だからと思って登る。本当にお散歩なんですね。そうそう、降りる、そう、じゃあ、降ります、うん、一緒に降ります。あの、違うの。なんかすいません。違う、やめ時が分からなかった、はい、もう暑くてさ。いってらっしゃい。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、本日は多度山に登ってきました。今日ね、なんかね、ちょっと いつもと違うなって思ってたんですけど、初めて登られる方がね、結構いらっしゃいました。うん、またね、多度山楽しいんで皆さん遊びに来てください。はい、ということで今回の動画は以上となります。今回の動画良かったなと思ったらグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。まだね、バイバイ。お疲れ様でした。ありがとうございました。いつも本当に一人喋りしてるんだね。奥さんもいます。じゃあ帰りましょう。